はようございます、ヨネちゃんでございます。8月5日8時20分、今日はね、いよいよね、東京からね、妻がね、こちらの新青森駅にね、到着するということで、この五所川原市鶴田町かな、そこを後にしております。青森のねぶた祭りを見る前にね、下北半島にあるね、恐山っていうところでね、夫婦二人でね、三途の川をね、渡りたいということでね、そんな予定を立てております。はい、青森のねぶた楽しみです。いろいろね、俺なりに考えておりますのでね、その辺もね、お楽しみにしていただければと思います。ではこれからね、40分かけてね、新青森駅の方に向かいたいと思います。今日の岩木さん、こんな感じ。青森駅に到着と、あと15分待ってみる。見るからに何もない、空の白い青森駅と、9時17分着のね、新幹線がね、今やってきたと。ハゲオがね、デブ子をね、待っているこの構図、たぶんあれだな。はい、デブ子とハゲオの再会。決してね、織姫とね、彦星のね、ロマンチックさはないがね、デブ子とハゲオが再会を果たす約1ヶ月ぶり。この道の駅有料道路をね、使っています。道の駅横浜菜の花ソフトと、霊峰、日本三大霊峰恐山、これからあと何分だ、12時、あとね15分ぐらいです。はい、恐山にね、まあ、向かってる途中ですがね、ものすごい山道になっちゃってるぞと。こんな山道がね、永遠とね、続いております。こんな池があるんですがね、これも草、臭くない？うわ、これだ。うわ、恐れ山太鼓橋、渡れない的な感じだね。まあ、とりあえず恐れ山に行きましょう。入山料っていう形でね、取られるみたいな。時間半ぐらいかかりました。はい、恐れさん、入山料ね、1人500円かかるみたいです。はい、変わらずデブ子。はい、恐れさんはね、今から1200円、昔、自覚大師縁人様によって開かれた霊場ということです。それでは入っていく。なんか霊気を感じない？うわー、ほんとだ、すげー。近くなったらね、撮影でね、撮ろうかな。はい、こんな感じでね、以上、恐れ山とどや。はい、変わらずね、何も読めないしね、いつか真夏真っ只中の中にね、恐れ山に生きてますがね、あれ以上雨の一番近いところ、なんか本当やっぱ霊場って独特な雰囲気あるね。それから活火山がまだね、
ゃあ地獄に当たるところなの？で、なんか橋を渡ると天国に行けんの？わからん。霊場、恐れ山に来てもちょっとした登山でも全て983だる。恐れ山、おかな、うわ、怖。
思議。なんかね、またどんどん地獄になっていくのかね。いやー、綺麗な空だよ。本当にね、夏の空。俺は重罪起こしてないんでね。うん、重罪してないんでね。あ、私には関係ないところで怖い。これはね、金掘り地獄か金掘り地獄。じゃあどうだった？よかったそうです。はい、2時間半かけてね、また2時間半かけて帰っていくというね。はいか、はい、バカ様がね、ご主人を集めてるということでね、うん、それではね、どうかなとね、さっきのね、冷蔵の中にね、三つの川があると思ったらね、調べてみたら、こちらの、冷蔵からね800m 来たら、ね、来たところにね、このそれだとね、一応ね、通行止めになってますがね、今はね、なんか修復してるのかね。はい、通行止めになってました。三津の川でした。あ、でもすごい綺麗だよ。水が青いんじゃなくてね、底がね青いの。深いよね。うん、はい、読めるかな。三津の川っていうのはね、車で通ってきた時にね、自然にね、渡ってたってことですね。はい、新と旧、これの修復工事のね、募金をね、募集してるみたいなんでね。面白いですよ。人が亡くなってね、三途の川までやってくると、そこに脱衣バーっていうこの、画像がね、待ち構えていてね、身ぐるみを剥がしてしまうのだそうです。とその衣類をちょっと読めないんですがね、このこういう人が、その、身ぐるみをね、枝にね引っ掛けるんだって。その引っ掛けのね、枝の垂れ具合でね、生存の悪行の計10をね、推量するんだって。それでね、地獄に送るか極楽に行くか、言い渡されるって言うんだって。すごいね。はい、ね、一通りね、恐れたのをね、旅してきました。これはね、アクセルベタ組みでもね、この遅さで、はい、後ろにね、一般車両がいるんでね、追い抜かせてあげたいんですがね、二人でね、楽しい思い出ができました。じゃあそれではね、これから青森のねぶたに向けて、ホテルにね、チェックインしに行きたいと思います。はい、ここにね、恐山泥水っていうのがあってね、一杯飲むと10年、二杯飲むと20年、三杯飲むと30年長生きするそうね、するそうです。とちょっとね、固めのお水でね、とっても美味しかったです。水筒に入れていく。はい、隣に乗ってるね、雨女がね、雨を呼び寄せましたよ。はい、土砂降りです。さよなら。ね、うちの妻はね、雨女ということで、よろしく。ふざけんじゃねえよお前。はい、今ね、アスパムが見えるね、交差点に来てますがね、今現在の時刻はね、夕方の4時半を回っています。もうお腹ペコペコなんでね、恐山行って何も食ってないんでね、アスパムはね、申し訳ない、今日はね、今日ってかアスパムは行かれなかった、行きたかったけどね、ということでね、運行ルート回りながらね、美味しそうなね、ご飯屋さんをね探していく。それで行くぞ。
下の審査発表で明日ももちろんあるから、今日一日で23台のね、ねぶたを楽しめる。このザーミー7時になったらどうなるのか楽しみだ。はい、どこもね、陣取り合戦がね始まってるね。青森市内、ここもだ、ここもだ。はい、なかなかね、今4時50分、2時間10分前でこのざわつきを。さすが青森、はい、どこの飲食店もねいっぱいなんですが、ここのね大道港っていうところがね案内してくれるそうです。なぜかねぶた前に青森で焼き肉と、これだけのね、妻との再会でね、乾杯だ。あ、いい動画になりそう。はい、特上頼んだらね、めっちゃうまそう。エンペラなしのイカ焼きと、めっちゃうまい焼肉だぜ。た例えばね、はいはいはい、最後はね、まだ来る上原美子、最後はねビビンバとね、石焼きビビンバとクッパで締めていく。そして青森のねぶたに繰り出していく。はい、青森次第、青森のねねぶたをね、見るね、多分ね一等しかね、こんなようなね混雑っぷりだ。どうや、すごいよ人が。でもね、あの空間がね広いせいかね、あの比較的ね、あの立ち見でもね、あのいい場所が取れそうなんでね、そのあたりをね妻と二人でね、検索しながらね、最高の立地でね皆様にお伝えしていく。はい、このお兄さんにね、有力な情報を得ました。ここはね、あのね、画面真ん中ね、ここがね、審査員席だよね、うん、あそこだからね、一番ここはね盛り上がるところだそうですよ。団体客がこの席を埋め尽くす的な。これはねお金がないんでね、ここでね立ち見をしていくけどね、あの全てのねスペースがねこういったね、街路地でね、画像をね遮られるんでね、ここだけねなぜかね空いてるんで、最高な状態はねこっちから来たのをこういう感じで撮っていける的な。ついてるヨネちゃんはねこの一等地をね確保することができました。よろしい。やばい、あの太鼓の音が聞こえるんだけどね、もう10分以上見えないっていうね。見えるか？まだ見えない。はい、水青森です。早くね、あれ。あーどう、なんだねぶた見ないで水青森見たかったのに。おー、ええ音やん。はい、先陣となるね大太鼓が来ましたよ。
愛い男だ。ほんとね、青森、道野さんにね、青森のねぶたはね見るべきだよって言われてるのがね、こういうことなんですね。道野さんありがとう。妻と二人で見てますよ。テンション上げ上げ。これね、多分ね、全員ね、日通の職員です。そう、日通関係のね、職員。はい。これがね、一つの企業ですよ。お囃子もあって、最後に、おーレプスタート。パナソニックのね、雑誌みたいですよ。セーラセーラセーラ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 やれやれやれラセーラー、すごいよ。永遠と後ろまで続いてるよ。すごいね。これでね、ちなみに審査員席がね、画面中央、ここでね、力を使い果たしちゃってるから、この辺はね、流す感じなんだけどね、みんなね、一生懸命やってますよ。はい、これがね、パナソニックのね、林ですよ。2組恒例のね、羽組、羽子っていうやつです。ここがね、一番人気だそうですよ。ラセーラーラセーラー、すごい。はい、こっち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 、風力一番。すごい。これ何人いるんだろうね。
ましたがね、今日がね一番ベンドが出るね、一番いい日だそうですよ。はいはい、これはね、日立株式会社のね、金子らしいですね。
いやーめっちゃ盛り上がってるね。はい、動画の時間枠でね、もう目いっぱい撮ってますよ。早い回らないみたいです。はい、これはね、青森領有会、三菱の系列だよね。あーちゃこいこいるね。ありまーす。おーい、はい、これはね
ヤマト運輸の関係者はね、金子ですよ、金子です。はい、もうね、青森県内の人たちはね、これで大盛り上がりと、ヨネさんも盛り上がってる。はい、これはね、エネオスのダンスですよ。はい、このファンタのね、おもちゃが入ってるところはね、何なんでしょうかね。誕生から50年生み出したのご協力感謝、かぐや姫。すみません、日本橋ありがとうございます。はい、どうもありがとうございます。はい、はい、顔は映してます。はい、動画上げます。すみません、いろいろ教えてくれてありがとうございます。はい、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 どうも。はい、これでね、一応のね、終わり。あ、じゃあ顔映してない。はい、一連で青森ねぶたはね、これでおしまいということで、キロに着きたいと思います。青森ねぶた最高だぜ。はい、ねぶたも終わってね、今ね、アパホテルでありながらね、相当高いね、イベント料金を払いながらね、妻と2人でね、ホテルに向かっております。8月5日がいいよと言ってくれたね、道野さん、見てるかな。妻と2人でね、妻に代わってね、代弁いたしますとね、本当に来てよかったと。青森ねぶたね、最高でございました。短い夏のね、遠くの短い夏がね、このねぶたによってね、よくわかんないけどね、まあ、楽しかったということで、水野さんありがとうございました。また今度ね、ジロちゃんでお会いしましょうということで、青森の現場から以上でございます。さようなら。はい、ゴール手前のね、一番最後の盛り上がりですよ。明日追い出す渓谷に行く。デブ子邪魔。